レギュラーガソリンの全国平均価格は1リットル当たり173.4円となり、前の週と横ばいで8週ぶりに値下がりが止まりました。資源エネルギー庁によりますと、先月30日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は前の週と横ばいの1リットル当たり173.4円と8週ぶりに値下がりが止まりました。 中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇や円安が影響していますが政府による補助金の支給で全国平均価格は175円前後で推移しています。